はいどうも、なべちゃんでのたけちゃんです。はい、こんにちは。はい、今日もね、天気曇り空でね、寒いね。ああ、すっかり秋模様でございます。俺もちょっと伊豆前よぎに来てます、ね、はい。で、けんちゃんはね、昨日、はい、こちらのダンプカーの方をね、ビカビカに磨いてね、はい、ピカピカになっております。すげーなすごく光っております。今日はけんちゃん、はい、おはよう。グッモーニング。今日はこいつか。はい。ではなんだ。ルームクリーニング。ルームクリーニングか。ピースから来たやつか。外装。外装だけ。外装軽く磨いて。あ、はい。外装を軽く磨いてってご注文の品だな。スカイラインかなんかこれ。スカイライン。いいの。かっこいいの。あれじゃ買ったんですかこれ。これ。はい。いらねべよべ俺。スカイライン。竹ちゃん多忙だからちょっと早い車の方が。俺こんなの乗っちゃったらおめえ大変なこと、空飛んでっちゃうぞおめえどこかに行っちゃうぞ。行っちゃったちょっと行ってくからちょっと行ってくからってダメだおめえ、この辺おめえ水悪いから、こんなシャコタンになってるやつ乗らずよおめえなおめえ道路でおめえこれ手ギリギリ入るくれだもんまあ拳ちょっとぐらいが、うん、大丈夫で、この辺水悪いからちょっと乗りずれる今度は。ああそうっすね。え、間違いなくこそったな俺。間違いなく。な、なんだこれ、何やってた、ガタ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 。いや、なんか後ろから異様するつわれて。ああ、それですね。パンダジャッキーが暴れてるからこれかなそれだな一回ね、工事して、工事して。これ外装だけじゃなくてここまでやっちゃうのか。内装も頼まれてて。あ、サラとか。はい。分かった。サラッとするキリにしちゃうんですけど、ね、だな、サラッとだけど結局キリにしちゃうんだよな、はい、ダメだからな、はい、やっちゃうんだよなやっちゃうよお前、うちの裕太くんスポーツカー好きだからな、こういう車大好きなんだよなえなんだ、いいですよね。えランボルギーニがいいですよ、ね、あ、裕太裕太くんの夢はランボルギーニ買うらしいです買えねえやなおめえ。ゆたく1億円くれするよ酒。あ、じゃあちょっと無理だなってとりあえず頑張って磨いてくださ い、はい、じゃあ私もちょっとお店の掃除の方してきます。はいはいよー。じゃあね、今水の方にね掃除に行ってまいりました。おきんちゃん、はい、おめえ俺掃除する人の店だけ掃除したったぞおめえ。しちゃう。おめえやったのか。はい、何勝手なことしてんのすいません、3000円になりました先生ありがとうございますはい、掃除できたらケンちゃんやってくれてますなってことでちょっと朝以上俺歯医者行ってきます歯医者予約忘れてた。はい、行ってきます。はいよー。じゃあね、はい、歯医者から帰ってまいってね、お家に着きました。はい、ほんでこれなんかプレゼントもらった、これ。え、剣。なんで。え、剣がなんかもらったんだけど、これ飲めないから飲んでくださいって。なんだこれ。ワイン。ワインだと思うんだけど。ワインだ。ワインだ。なんかのあれでもらったっすよ。レゾームドカンプラスカベルネ。それはおめえもワイン飲まねえよな。見えねえんだ。まあ俺何でも飲むからな見えねえんだろ。老眼かおめえも。じゃあコンタクト合わなくて買ったらいい、まあ、とりあえずこれケンちゃんにもらったんで、うん、ごちそうさまです。ありがとうございますよし、とりあえずね今お客さんの方もバタバタして人だらけつけたんでケンちゃん構えに行きますはいよー。今出てきたらね、はい、ケンちゃんが今度掃除かけてましたはい、はい、引っかかって取れてるぞこれ。引っかかって取れないぞ。あ、内装綺麗なんじゃんやっぱりな。はい。そんなに汚れひどくない車だな。はい。今ケンちゃん一生懸命掃除にかけてるんですけど、内装はね、わりかし綺麗な車でございますね。あ、これ後ろ倒れんだこんな風に。そうっす。内装さらってやった後、外装ちょっとピカって磨いてか。はい、いいな。あと、ケン、はい、あ、ママちゃんにあれ、ワインもらったの言っといたからよ。あ、すいません。 ありがとうございます。あ、はい、いいえ。でも、うちのママちゃんワイン飲まねえからな。あ、本当ですか。
俺がありがたく飲んでいくからおおまたちょっとお客さん来たようなんで、はい、ちょっと行ってみますはいよしじゃあまた店行きましょうじゃあね店まで昼の営業の時間終わってねはいお店閉めましたお昼、はい、ちょっとケンちゃん何やってあの口来たんだこれいやいきなり寒いんですけどおおケンちゃんいきなり寒いな寒いってえあ今日味噌ラーメン食ってたのおめえ、はい、海だったかほら寒いからおめえ返すからああ。ケンちゃんの帽子洗濯したじゃんいい匂いですから噛んでみろちゃんと洗濯物のにですねしますねしかもパキパキだべパキパキ、 パキパキっすねこれあいいなすいませんあざすあったけべあったけです寒くてだ寒いですやべえなこれからどんどん寒くなったおめえどんどん寒くなるはいそうですあーやば俺もおめえこれモンペハイグレーク時じゃねえなおめえ季節がおめえ季節もう秋モンペはモンペだから寒いな歩きてきたんで俺ちょっとゆうたくん向かいついてくからよあはいわかりましたおめえは気合中磨いてろあはい了解ですあそういうことですはいすいませんはいじゃあお店閉めてちょっと時間見てねゆうたくんの向かいってきますはいじゃあおめえはあゆみかけ似合うなこの帽子な似合うんすよいないだとっこといたよーじゃあねはい今度ねママちゃんと一緒にねちょっとゆうたくんお迎えに行ってきますおめえ何パパラッチしてんだおめえ検閲の逃走物証でおー検何やってんだおめえ何それニューアイテム持ってきてなんだおめえ何隠してんだおめえヘッドルで磨いてるえ、まあ、やってみるやってみろなんだそれえ磨いてるバフそんなの持ってたっけかえこの間買ってきたのああ最近ヘッドライト磨くってその前から買ってきてみたのあとあれですナンバーの横磨くってああ細かいとこなこれいいのいいの似合うなおめヒットマンみたいだな、はい、ヒットマンはーいじゃねえ何がはーいだあ俺はゆたくん迎え行くからあはいじゃあ頑張っててあ終わりました磨けはいはいキンちゃん頑張って仕事しておりますはいじゃねえよーじゃねえゆたくんの迎えから帰ってまいりましたはい、金ちゃん、はい、じゃあ、みんながあなポリモンやってんのかおめこれそう、はいねはいポリモンやんのかこれ、うん、え発生しないかこれお土産買ってきたからこれホットチョコチョコレートまだ駅前のうん、じゃないとこ今日はあじゃないとこ駅前のとこちょっとお店お休みで、うん、今日は鹿島の町の中の星パン屋さんってパン屋さんで買ってきたこの星パン屋さんって旧国道沿いにあるんだけどあそこのソフトチョコもうめんだよそうそうああ食ってみろやっちゃえやっちゃえ手しびれちゃってよやべえとおめえうめえがんなおめえうわなんかなんだ出てきちゃうなんだべえ棒状だからえ、はい、こんなチョコレートです、はいはい、駅前のスライム型だべあ、はい、なこっちの棒型です棒型なんですねああいいね食ってみろいただきます、はいうわぁ、うまいっすねうまいうまいべはいやべぇ、しびれてきた今から半分ポリマン塗ったらしびれ始めたこれ、こっちは普通の砂糖で、こっちはココアパウダーって言うなあ、まあ、ほわか、まあ、一気に食わねえでゆっくり食うよねうわぁ、ほんげまあ、食っちゃうのかうまいっすねうまいべぇこっちは大人なんですと、金色の大人の味しますじゃあ、こっちじゃねえよこっちが大人なんですんだあ、こっちが大人の味しますココアだからあぁ、なりそううわすげぇえめっちゃココアだめっちゃココアだべほら、はあ、これすごいっすねココアいいっすかいいよはい間髪入れずに連続で食べてますうめえうまいっすねやったなこっち甘いっすよこっちは甘いこっち大人なの大人甘いっすねだべ、はあ、どっちもうめえべこれやばいっすねだべ血糖値バカ上がりだバカ上がりして覚醒しますよこれもう覚醒してっからやべえな薬物やんですか薬物だ砂糖で十分だ酒も飲まないよ酒も飲まないだな糖分があれば十分だ竹田の副流エスティン最近入りなくて卵だ俺のせい
とりあえずティッチャーディアのお立ち会いにもしてどうもありがとうございます。あと俺今日夕方からまだ集まれっからよ。あ、はい、今日6時から集まりです。はい、忙しいですね。忙しいんです。はい、今日はあの学校のな。あ、学校今日は PTA の PTA の集まりだから最近毎日集まりだ俺な。こっちこっちな、はい、しょうがないです。しょうがねえな。立ち回る大スター。いやいや寺内規模縮小縮小ですか。とりあえずちょっと時間まで夕方まであるんで、はい、俺は昼寝します。はい、じゃあ緊張感を持ってください。はい、はい、じゃあはいよー。じゃあね、はい、休憩ちょっと中断して起きてきたらお兄ちゃんがなんか新しいねメニューボードを買ってきたようです。これメニューボードだな。メニューボードだよね。なんか前までなんかホワイトボードみたいなの書いてたんだな。そんなのさ、だから今度これ見えねえんだ。進化した。ちょっと見づれえな、うん、なちょっと見づれえけどしょうがねえな。どうしてもこのマジックで書こうはな、どん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 汚れてくっからな、うん、これだったら綺麗になるのかな。これさえナビちゃんメニュー進化したようですね。今日から白子始まってます。何？あ、今日から白子が季節的に。早いね。あ、いいな。もう鍋の季節だ、寒いからな。鍋じゃねえこれ。生か？生で取れて生ってか生じゃねえです。あの、ああ、あの湯通しサッとするやつな。あ、いいな。天ぷらだ。わあ、白子の天ぷらうまそうだな。くっ、食いてえなこれ。いやいや、メニュー見たけお腹空いてきました。今日今度はね寒い外にやっちゃいました。はい、キンちゃん、はい、なんだおめえ、あだおめえ、頭鳥肌立ってんじゃねえ。はい、立ってます。ほぼ鳥肌みのるです。知ってか、鳥肌みのる。知らないです。 YouTube で調べてみる。面白い、はい、鳥肌みのる。あ、ピカピカになったな。はい、なあ、これで明日納車か、ピースに。そうそう、明日持ってくるんです。あ、今日はこれポリマーかけたのか。ポリマーで。あ、そうです。なんかさっきポリマーやってたもんな。はい、やっぱ軽く研磨しただけでも全然違うな。元が綺麗だったんで。あ、元が綺麗だからか。はい、すげえ。元が綺麗だった。ピカピカだわこれ。ライトも最高じゃんこれ。ライトは磨いたっす。なあ。はい。やっぱ全然違うな、磨くと。変わりましたね。変わった変わった。あ、いい感じだと思います。はい、すいません。え、ありがとうございます。いや、いい感じです。寒いな。寒いですね。俺もうちょっとで出かけていかダメだからよ。あ、そっか、そうですね。はい、動画はこの辺で閉めて、はい、あ、まだ早い。早いですか。じゃあチョコレート食ったしな。はい、今ナビちゃんのメニュー変更したのもなんか、お兄ちゃん今そろそろあの白子ポン酢とか白子天ぷらとか始まるってたから。そうです。白子見た？見ました。あ、白子は見てないですよ。白子の天ぷらとかうまいっすよ。最高だ。あ、寝ぞ。すいません、あれ。え？食わしてください。いって。食わしてください。わかった。あの小指の先っぽくり。クリーミーでうまいですよ。うまいと思う。うまいと思います。まあ、あとんじゃあ、はい、ちょっと時間見てな。はい、すいません。そういうことで、とりあえず私も今からお出かけしなきゃダメだ。動画してみますんで、はい、これからもあのいろいろ動画作るんで、まだ応援よろしくお願いします。金ちゃんの磨きもね、よろしくお願いします。な、本当に綺麗だな。はい、あ、このポリマーだけでね、はい、いいと思います。はい、何が？何が言うことねえのかね。いや、特に寒いんで気をつけてください。寒くなってきたんで皆様もお気をつけください。体調管理だ。はい、あ、風邪ひかないように。じゃあそういうことでまた皆様会いましょう。どんどんチャンネル登録よろしくね。バイバイ。なんかねえのかって一言はね。え？いや、もう寒くて。え、なんだあれ。もう帰ってはん。じゃあ最後にダンス踊り。帰って最後よ。じゃあ、どうもバイバイ。腰が。腰やっちゃった。腰痛くなっちゃった。腰。やべ、まだ早い。いいじゃない、バイバイ。